着色部分は、南から、プレシェボ、ブヤノバツ、メドベジャ。プレシェボ渓谷の中心的な自治体プレシェボ渓谷は、セルビアの本土の最南端の一角を占める地域であり、プレシェボとメドベジャの二つの自治体がその中心を占める。両自治体ともコソボに接している。地理的には、プレシェボ渓谷とは、ゴリスカ・モラビツァ川によって形成される渓谷であり、 その南モラバ川との合流地点であるブヤノバスからプレシェボ近くの源泉までがその範囲にあたる。渓谷はバルカン半島を南北に貫く主要な経路であり、その北にはゴリスカモラビツァ川、南モラバ川、大モラバ川を経てドナウ川へと続いており、南へはバルダル川がマケドニア共和国、ギリシャ領マケドニアを貫いて英ゲ海へと至っている。この経路は、 バルカン半島の山々を南北に中断し、エーゲ海沿岸地方と中央ヨーロッパを結ぶ重要な経路であり、コソボのプリシュティナを通る経路が、コソボ紛争とその後の混乱によって自由に使えなくなると、その重要性は一層高まった。プレシェボ、ブヤノバツの両自治体とも民族的にはアルバニア人が多数派であるが、 ブヤノバツには少なくない数のセルビア人の住民も住んでいる。この地域の主要な町はプレシェボ、ブヤノバツ、メドベジャである。2001年コソボ紛争の余波を受けてこの地域でユーゴスラビア治安部隊とコソボ解放軍と関連の深いアルバニア人のゲリラ組織プレシェボメドベジャブヤノバツ解放軍との武力衝突が発生した。反乱の目的は プレシェボ、ブヤノバツ及びメドベジャーの各自治体の支配権を獲得し、隣接するコソボやマケドニア共和国のアルバニア人、支配地域と接続することであった。これによって、国境管理は徐々に不徹底となっていった。国際社会からの関心の低さから、反乱者たちはやがて南に隣接するマケドニア共和国に移り、民族解放軍の一部となり、 マケドニア政府との戦いに加わっていった。この紛争は、アルバニア人ゲリラの指導者が、武装解除に同意したことにより終結した。2007年9月、セルビア大統領、ボリス・タディッチは、コソボで脱獄を試みた元テロリストや、現役のテロリストが、マケドニア共和国に潜伏していると言明した。タディッチによると、テロリストは、 プレシェボ警告で新たな紛争を始めるために、南部セルビアの自治体を攻撃するつもりであるとした。しかし、大半のテロリストは、マケドニア警察による、山嵐らし作戦によって逮捕されるか死亡した。この地域のアルバニア人を代表して、プレシェボ警告アルバニア人連合が、2008年の、セルビアの議会選挙で一議席を確保している。 ありがとうございます。